はい、皆さんこんにちは。ミノです。カルトです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、霊感診断。こちらをやっていきたいと思います。霊感といえば俺まである。いや、僕、小さい頃も霊をバシバシ見たことあります。いや、これ森なしです。マジです。まあ、このエピソード結構生放送で話してるんですけど、まあ、なんか長くなるんでやめときますわ。とりあえずまあ俺の霊感を見てからそれで。待って待って、あるんですかじゃあ。あるよ。ああ、おう、マジであるよ。マジか。あそこのここの時住んでた家でもある。ああ、あそこのあったの。なんか嫌な予感するなと思ってこうやって洗面所で、うわっ、後ろ気配あるっつって洗面所で鏡で前すって見て、最初いなくて、気のせいかっつって、でもう一回こうやって顔を洗って上げた瞬間にバーッてなんか髪の長い女の人が鏡に映ってて、あーってなって部屋までダッシュした。で、あーっつって、はい、なんかすごいうさんくさくねこれ。パッと見感富感、うさんくささん、霊感体験談と霊感診断2つできるんだね。おお、はい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 。で、今回はまあ霊感診断の方をやっていくということです。はい、霊感診断と、うおー、うさんくさ、なんか、じゃあ開始します。それとなく危険を回避できる、これ質問っすね、僕への。はいはい、できると思います。虫の知らせ、第六感が鋭い人は霊的なものが見えやすいようです。はい、次へ。身近な人に霊感が強い人がいる。うちの母親とかも霊感が強いですね。はい、霊感は人からもらうことができます。強くなりたいのであればなるべく長い時間一緒に過ごすと良いでしょう。あ、アドバイスまでくれるんだね。うん、アドバイスくれるね。まあでも今ちょっと別個に暮らしてるんでね、そんな多分強くはなってないと思います、あの頃から。はい、夜蜘蛛の巣に引っかかることがある、またはそんな感じがして取ろうとしてもなかなか取れないことがある。記憶にはないな今の。いいえ、カラスはどう。ちなみになんかさ、クモの巣がなんか引っかかってる気がするなみたいな時ない？なんかないか。クモの巣だってスンっていくじゃん、クモの巣なんて。だってクモの巣がなんか糸みたいなのがあるなみたいな。ああ、これでなんかそうそう、この辺にね、こうやみたいな。ああ、それはそういうのある、そういうのあるよね。そういうことなのかな。いや、そういうのかどうかわかんないけどね。まあ、パッと感じないかな、はい、そういうことなのかな、どうかは分かんないですけど、クモの巣ではないか、ではない何かの可能性があるようです。クモの巣が張れないような、ありえない場所で経験する人が多いといい、原因は不明らしい。だから別に霊感には関係なさそう。原因は不明らしいです。原因は不明じゃない。カルさんが体験したことは原因不明らしいです。なんですかね。いや、糸なんじゃない。普通に糸ある。普通に糸ある。今度はあなたの腕を見てください。図のように肘の内側から5センチ程度、手首より1本の線、シワがありますか。肘の内側から5センチ程度、これこれわかります。なんかあるんだよね、ここに。なんかある、ここ見えないかな、画質強くても。なんかあるよね、シワ。俺には2巻だとわかる。なんかね、線、一本線あるんだよね、そこに。なんかあるね。これがなんだっつんだ。お前、はい、あなたは霊感線の持ち主。手相みたいな感じ、これ多分そういうことだね。うん、肘の裏側から手首側にかけての間に1本の線、障がある人は霊感があるとされる。おお、すごい、そういうことなのこれ。え、今まで知ってた、そこに線が。いや、知らんねえ。あ、今気づいた。今言われて、あ、確かになんかあるなって。おお、
赤ちゃんの頃にはくびれている部分が多くの人にあるが、大人になるとほとんどの人が消えるという。なんだこれ、ちょっと怖くなってきたぞ。ちょっと怖くなってこない、こういうの言われるとなんかちょっと結構体に関することはちょっとリアルじゃん、なんか思想とかじゃなくて。これも面白そう。あなたの左手を見てください。親指の第一関節の屈伸で現れる線が2本の線で目の形のようになって、え、辛さはどうなってる逆に。俺さ、割とこういうことでしょ。俺、ぐっちゃぐちゃなんだけど俺汚いじゃん、俺汚いんだけど俺、2本目みたいになってるの。これ目みたいになってるっていうのも、うん、それそれ、それ目みたいになってるっていう。俺ぐっちゃぐちゃだから多分違うわ。ああ、じゃあ俺そうだわ。ちょっとこんな感じ、わかんないかな。視野まで映んのかな。めっちゃ直だと映んじゃない。なんか結構ぐちゃぐちゃっす。グー。背面からさ、ちょっと見てきてだけ。がっつり目みたいになってるじゃん、マサは。なんかそう、俺は結構そのぐちゃぐちゃ、その目みたいにはなってない。まあなってるようには見えるのかもしれないけど、なんか、まあ、目には見えないな。ちょっと混ぜてみてろ。けど俺親指だけだ、他はほら。そうだよね、なんか目みたいになってるよ。いや、カラさんめっちゃ目だよそれ。じゃあまあとりあえず今回は俺なってないんで家にしますよ。そうね。親指の目の層は仏眼層。なんか、シャリンガンみたいな。お前、仏眼層？カナさん、お前、仏眼層な。目ある手に。何すんの？わかんないね。ティッシュや髪の毛など、手のひらに乗る程度の軽いもの用意してください。何でもいいんだろうね。ティッシュする。まあ、ティッシュ持ってるし、ティッシュにするか。次行こうする。手のひらに乗せたものを見つめ、何でもいいので念じてみてください。その時に何か変化を感じることがありますか。あなたは何を感じますか。これ水見識と一緒じゃないか。手のひらに乗せたものに何はい、やりました。何感じました。色の変化。でもなんか重さの変化っぽかった。変化あった、すごく。めっちゃ強く念じてみ。いや、ないない、俺めっちゃ強く念じてみたけどなかったわ。ここだけグーってなんか引っ張られるような感じ。おー、すげえ。重さに変化。あなたは念の力が人よりも強く、霊感が強いと言えでしょうか。この実験は念の力を試すものです。念の力を持っている人は軽いものが重くなる現象を体験できます。実際に軽いに乗せてもコンマ数ミリグラムの質量の変化が見られるとか。なんだっけ、歯が動くとかなんだっけ。変化系じゃなくて操作系かな。念能力、念能力チェック。子供の頃過ごした家を想像してください。あれ、さっき想像したよ。あなたは玄関前に立っています。中に入ったら家の中に扉、クローゼット、扉を一つずつ開けていきます。窓か、窓を一つずつ開けていきます。すべて開け終えたら玄関に戻ってそれに行ってください。深呼吸を3回して開始します。想像して、はい、あ、深呼吸。俺さ、それ3回やってから開始するんじゃない。あ、逆。まあ、じゃあ先にかけよう。まあいいや、もう、まあ、はい、開始。すべての窓を扉を開け終えました。すぐご質問です。家の中に誰かがいましたか。いませんでした。俺一人で全部開けました。ほうほうほう。どうだった。俺、人いたとか家族がいたけど、イメージ的に。それって、いいえ、誰かが見えた人は霊感があるようです。いや、ないな。いや、ないな、ね、いや、ないない。見たことないわ。まあ、霊感があるよ。あるよ、あるかもよ。まあ、あるのかもしれないです。あなたの診断結果、オーラのある人レベル 32% らしいです。あなたはスピリチュアルなことが大好きですね。
多少の霊感の持ち主のあなたは多くの人に信頼され相談を受けることもあるでしょう。はい、ってことで霊感 32%、 まあ 100% ではないとは思ってたけどね。さすがに 100% だったらもうビンビンに感じて多分おかしくなってるでしょ。だからもう霊感の 100% ってどういうことかまず分からねえよ。うん、32%は結構これ高い方だと思うんだけど。高いんじゃないの。うん、オーラのあの人レベル。あ、俺あの人と同じレベルってこと？そうそう、だからテレビ出れるよ。俺、ちょ、霊能力者 YouTuber なのかな。なんだっけ、なんとかの泉の人だよね。なあ、あったね、昔、うん、昔あったやつ、今ちょっと忘れちゃったけど、わかるでしょ、わかる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 、うん、ってことで、ちょっと、まあ夏ということもあってね、ちょっとこういうのもね、やってみようかなってことでね、ちょうど自分を見つめ直すいい機会だったかもしれません。ってことで、皆様やってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。